人お一人を聞いてとても面白いなと、いつも勉強になるなという方に3人集まっていただいて、極力3人でおしゃべりをしていただくと、私も時々ちゃちゃを入れるというのが今日の会の主な趣旨でございますので、皆様にも大いにまたちゃちゃを入れていただきたい、いろんな意見をいただきたい。実はこれは日本を元気にするっていうだけではなくてですね、まあ、とても、まあ、インバウンドの話、その他、まあ、日中であったりその他であったり、大きな広がりを持っていると思います。まあ、ちょっとそこのあたりをですね、そのことが日本の地方が観光客誘致っていうのはとにかくその人に来てもらうと、そのことによってかろうじて人口を減少の補填をするという、まあ言ってみれば観光とかということのですね、根っことは違うものから始まっているということがあると思う。で、私は今、まあ、どうもなんか地方でアニメのイベントをやるらしいということが漏れ伝わっていまして、なんかこう地方でやるのが楽しみだなということで、今皆さん期待していただいているようなんですね。なのでまあ次ぜひこの地方を盛り上げるイベントとしてこのアニメのですね、ただし株式投資という面で見ると違った側面があってですね、これすごく面白いんですが、皆さん中央区、千代田区に何社上場企業があると思いますか。千代田区と中央区、東京都のですね、千代田区と中央区。例えば秋田県だと多分10社もないと思うんですね、上場企業。活動も始まりで、そしてやはり何よりも先ほど申し上げました、この観光インバウンドっていうのは100億人に人類がなくても平和で共存共栄できる経済と社会を作るっていうのに最も近いビジネス、再生可能エネルギーもそうですけど同じ性質を持ったものだというふうに思っておりますので、これは私たち太陽経済の会としてもですね、非常に理想の地域づくりをしていく。我々のお客様は一つの見方をすれば地域なんですね。ですからその地域のニーズに応えてどうやって作っていく、でそしてそれは中国やインドのそれぞれの地域と今度は結びついていく、結局地域間の結びつきが結局国の結びつきや国際的な結びつきになる。